い、皆さんこんにちは、水坊主です。はい、時刻は6時40分、18時40分です。昨日コロナの注射打ちましてですね、手が痛いんですよ、ほんと左腕が。1回目はね、そんなに痛くなかったんですけどね、2回目は痛いですね。で、まあね、体調もね、あんまり良くないですね。なんかね、調子が悪い気は。だからもう今日ちょっとだけ釣りしたら帰ります。もう早く上がります。ちょっとだけ行ってきます、偵察程度にね。昨日もね、行ったんですけどね、コロナの注射打った後にもね、注射打つ前に小野湖に行ってヘラブナ釣りをやって、それから注射打ってまたご飯食べてから風呂入ってまた行きましたからね。でも全然ダメでしたね、夜は。はい、今日はちょっとだけやります。もう頑張るは言いません、今日はもう頑張りません。それではちょっとだけ海覗いてきます。はい、頑張りません。はい、この湿気、風わかりますか、今日湿気ですよ、湿気です。なかなか難しい。結構湿気ちゃうんですね、今日。はい、明日魚ないかもしれない。ねえかもしれんですよ、店長。向こうが聞こえるかね、うん、なんですけど、ね、明日はまあ風があるみたいで、はい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 。ちょっと間髪に見なくてったんですけどそうですね。1匹が取れたら気が楽になるんですけどね。ね、1匹がなかったらやばいなと思いますよね。これが取れんやったら、ね、よっしゃ、取れた。よかった、これで帰れます、僕は。とりあえず1匹取れた。よっしゃ、手順すんだ。釣れました。今そこですか。そこです。もうそこまでホールさせて、もうちょっと行くのかな。やっぱ頑張らんって言ったのがええかったのかもしれない。魚に油断させた方がええかもしれない。
はい、19時35分終了しました。昨日はね、完全撃沈になったんですよね、アジングね。まあ、山下さんと一緒に釣りしたんですけどね、全然ダメで1回も当たらなかったんですよ。マジで1回ピクリとも当たらなかったんです。で、今日はですね、もう1時間もやってないでしょう。それでもアジ4本取れましたけど、まあ、ちょうど店長がおったんでね、店長から情報を聞いて、365日通っている店長が前日アジを釣った場所に行ったら、今日も釣れました。ありがとうございました。店長のおかげで釣ることができました。はい、今のね、上のアジングってそんな感じですね。昨日釣れたからってね、今日釣れるとも限らんし、もう群れが小さいですよね。で、今もやっぱり地合いが短かったですね。多分今からちょっと渋いんじゃないかな、この感じの段階は。多分渋いと思います。そんな感じです。それでは失礼します。